はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。では今回はパワープロ2018栄冠9の続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回ですね、夏の甲子園大会の地区予選で、まあ、無念の敗退を遂げてしまったというところだったんですが、その後秋の地区大会、県大会はなんとかね勝ち上がりましたので、今回はその続きということになります。まずはちょっとアイテムをね、買っておいて練習レベルを上げましょう。で、地区大会、県大会を攻略したことによって中堅高校に戻ってきたので、この中堅高校であるうちに練習メニューをバリバリこなしていきましょう。特に堀野くんが、今だと球速が153キロまで上がってきてるので、155キロまで上げたらちょっとスタミナの方にまた振っていきましょうか。いや、スタミナ請求かな。素敵な出会いでもな、ちょっとない気がするんだけどな、自分的には。やっぱりね、アイドルですよ、アイドル。アイドルいてこその真の素敵な出会いと言えると思うんで。で、このね、ダラダラプレイしている栄冠9、いつまでやるんだというところもあるんですが、もう一度だけ甲子園の土を踏ましてくださいということで、もう一回甲子園に出場するまではもう頑張ります。とにかく頑張ります。なんでちょっと皆さんもね、退屈されてしまうかなと思うんですけど、まあぜひぜひお付き合いをいただきたいなと。で、来週の木曜日には分岐が来てるんで、あの分岐には止まっていきたいですね。練習メニューを調整したら分岐を狙っていきたいけど、分岐の後すぐ体育祭か、ちょっと微妙だな。アイドルの降臨に期待したんですけどね、仮にアイドルが来てアイドルに止まったとしても体育祭で止められちゃうっていう。あ、そうでもない。ちゃんと生きてますね。まあ、ただやっぱりその劇的にチームの底上げをするんだったらアイドルが欲しいんで。アイドル来ないね。まあ、この矢部くんとか1年生なんでね、まあ上がっていったとしても大したことないといえばそれまでなんですよね。
ス毎4番 C か、まあほぼ互角のチームと言っていいと思うんで、このチームに勝つためにはちょっと感染で体力を回復して、その上で勝ちましょう。このクマノグ君がね、もうちょっと能力が上がってきて BB ぐらいになってくると、ミートパワーが BB ぐらいになってくると打線に一気に厚みが出てくるんじゃないかなと思うんですけど、今だともう福住君頼みの打線になってるんで、堀野が打ち込まれると終わりなんですよね。これは切れていきます、まあ、当たりは悪くなかったかなと思いますが、これはただレフト追いつくかな、追いつくね、まあ、球場がちょっと大きくはなっているっていうのは差し引いてもどうだろう、ホームランに行ったかどうかでいうとちょっと微妙だったかもしれないですね。2球で追い込まれている、2点先制されたか、いや先制しているだ、いや熊野もうちょっと、いや違う違う熊野じゃない、堀野くんを信じないとね。堀野くんの能力自身はね本当に悪くないと思うんですよ。ただですね、1点2点だと本当にひっくり返されたスリーランを、逆転スリーランを受けた前回のことがあるんで、もう2、3点ちょっと言えてない、2、3点になっちゃいましたけど、2、3点取りたいんですよね。これはゲッツーになるぞ、よし最高の結果だ。これたださ、レフトがこの返球してる間に2塁ランナー3塁まで行ってほしかったな。この回に試合を決める、これゲッツーになるぞ、大丈夫だね。これはレフト正面、3点か、3点リードのまま行ってくれればっていうところかな。ちょっと急成長使っちゃいます。これは杉浦が落下点、でもうボロボロの荻野が出てきてる。ただバント自体はうまかったですね、今ちゃんとボールの勢いも殺してたし、ただ高校生にしながら150キロを超えるストレートを持つ堀野を攻略するのはそう簡単なことではないはずなんですよね。さらに決め球フォークボールもあるし、これは勢いはあったけど転がした場所が良かったですね。それよりもファーストがベースカバーに入った二塁に送るそのボールの勢いがすごかった。そして4番の福住、うまいね、無理やり読書で流し打ちを読ませた甲斐がありましたね。で足川守備で最近頑張ってくれてる。さあ打率は2割か、さあ9回表ですが、ここはもう堀野に最後まで投げてもらおう。いや最後の1人になったら変える、いやいやいや4点あるんだからもう変えようっていうね、こういうことをやってるとひどい目に遭うんじゃないかって気もするんですが、挑発の石澤、
これは抜けていくね。これゲッツーになる。よし、まずは関東大会1回戦これを突破したんで、あと2つかな。堀野が155キロに到達しましたね。ようやっと。あれちょっと待って、公式戦ってこれ勝ったら春の甲子園出場決定？これ絶対勝ちたい。そしてこの栄冠内の呪縛から解き放たれたい。いや、この後あの This is a Police とか、あとちょっと他にもプレイしたいゲームがあるんで、とはいえこの栄冠内途中でほっぽり出したくないという気もあるんで、なんとしてもね、もう一回甲子園に出場したいんです。中央球場の魔物を早速使ってこの回に大量得点といこう。ポロレ、なあダメか。1点は怖すぎる。もう 2,3 点欲しい。いくら超高校級の堀野がいるとはいえ、さあ下位打線で点取れると全然変わってくるな。どうだ、入ってくれ。いやー、ナイスバッティング横だ。これでね、気持ちがだいぶ楽になりましたね。これは切れていきます。当たりは良かったですね。これ同じようなところに行きます。音は同じでしたけどね。これちょっと当たりが良すぎるぞ。タッチできたか今。これは進塁打にはなりますね。で、堀野。これはただ落ちるぞ。よしよし、ポテンヒットだね。で、今日は熊野くんもちょっとヒットが出てない。打率も落としてますね。ただ魔物だよね、この球場には。我が高校に味方する魔物が住んでいる。よし、栃木東高校撃破しよう。魔物がいる以上は当てることですよね。三振はどうしようもないので、バットにボールを当てる。三振が一番怖い。いやー、ここに来て魔物くんが本当に、いや魔物マジで怖いな。栃木東高校ボロボロにしてるもんね。
さあノリノリの堀野、もうここはね8点のリードがあって余裕はあるんで、まあ安心して見てはいられますね。うわ持ってかれた、危ない危ない。これはちょっとセカンドの守備位置がゲッツー体勢に入ってたんで、抜けていっちゃいましたね。ゲッツーシフト組んでると、まあ、当然1、2塁間とかがね空いちゃうっていうのはあるんでしょうがないですね。いや本当にさっきの回の魔物構成がなかったらドキドキし始める、そういう展開だったんですけど、9対2ってリードがあると本当にもう安心して見ていられます。よし、さあ点を取っていきます。うまいね石井くん、ただボールはだいぶそれていった。これで二塁を陥れる。で板垣くんは送りバント、切れていくか。もう一回送りバント決めていきましょう。で矢部のところはスクイズ、なー大丈夫だね。いや矢部くんのところで、まあ、スクイズとはいえ代打を出してもよかったかもしれないな。これは当たりはいいけどセンター落下点ですね。これは切れていきます。これは入るかな。まあ、まずは1点2点は構わないのでワンアウト取りましょう。うわ落ちるか、ボテボテな打席で。ここはちょっとゲッツーシフトに入ります。最後はフォーク。まあ、石澤君もね悪い投手ではないので、堀野ばっかりフューチャーはしてますけど、ここでしっかり抑えてくれれば全然構わない。これがね2点差とかになってくるともうドキドキしちゃって怖くてってなっちゃうんですけどね。あれ本当に関東大会って一つだけ、いや二つだけでしたっけ試合って。よし春の甲子園大会出場は確実。
いやー、これで不祥事がなければ、甲子園は出場確実ですね。よかった。じゃあ、これで春の甲子園大会出場したら、このね、閉館内、終わりにしていきますんで、そういう意味で言うと、もう残りの回数多くないんでね、閉館内に楽しみにしてくださってる方はあまりいらっしゃらないかなとは思うんですけども、残り、多分あと2回ぐらいになっちゃうんじゃないかな。ぜひぜひ、応援をね、していただければ嬉しいなと思います。では、ちょっとまだ時間はありますんで、このまま時間を先に進めていきましょう。で、この後は、まず合宿ありますからね。あと、堀野をどこまで鍛えられるか。いや、荻原とかもうちょっとね、上で指名されてもおかしくない、そういう選手だったんですけどね。あとは今、特集が来てるんで、この特集をできれば、アイドルが来た時に投入していきたいな。いや、本当にね、強いチームっていうチームではないんですけど、やっぱり甲子園の魔物、地方球場の魔物、この辺りをうまく使っていけば勝ち上がれますね。練習効率が少しだけ上がったんで、ここでも特殊使っていこう。練習メニューもでかいのばっかり来てるんで、今。いやー、さすがに上がるな、みんな。で、月曜日に来ている特訓マス、これも止まりたいですね。となると、4、3か5、2ってなると、2が来てないんで、4、3で止まっていこう。さらに土曜日、来週の土曜日ですね、アイドルが来てる。でも来週の土曜日にアイドルに会えるって思うと、もう今からそわそわしちゃうと思うんだけどな。僕だったら来週の土曜日、タイに旅行に行けるって思うのと多分同じ感覚だと思うんですけど。よし、パワーヒッターになったね、福住が。いや、福住もだいぶ期待できるな。練習効率をかなり上げたところで、的当てにするか、ラットマシンにするか。いやー、ラットマシンだな。5を使っても結局4しか得られないんだったら、ここでもう一度分岐でアイドルを引き当てよう。アイドルは来ないか。来ないけど、
しょうがない。まだ合宿まで時間はあるんで、総合練習とかは取っとくものの、他はガリガリ使っていこう。あ、でももう今合宿が見えてきてたんで、ちょっと合宿を意識した練習メニューの残しを考えていきましょうか。ではちょっと合宿が終わるところまではちょっと今回ね、プレーをしていきます。総合練習、変化球投げ込みは残しときたいんで、遠投、ストレッチ、この辺りは使っていきたいな。ただストレッチ使っちゃうと水曜日の特訓マスに止まれないんで、ここは欲を出していこう。バント練習とかもすぐ使う。でストレッチもいらない。しまった、何してるんだ。特訓マスに止まろうと思ってたのに止まらないで、いきなりストレッチを投入してしまった。合宿に目がくらんだな。じゃあ合宿で取り返そう、このボンミスは。誰も何も覚えない。堀野がいる。特訓、ここで何か特訓を覚えてほしいんだけどな。横田は逆転というか、負けてるところで逆転狙いの場面で出せますね。逆境と代打を持ったんで、堀野だな。内角攻めだけか。前回の合宿に比べたらだいぶ全体的にマシですね。そしたらもうちょっとだけ時間あるので、12月いっぱい、今年いっぱいまでプレーをしていきます。ちょっとさっき合宿終わったら終わりにしますなんて言ったものの、懲りずにプロ OB のところに行く。頼むぞ。ジャイアンツに行った OB って誰だろう。うわー、練習効率下げられた。これを恐れていたんだ。ただ木曜日にはアイドルが待っている。そして特訓が続くというハッピー。クリスマスイブは泊まるといいことがあるんだな。ちょっと知らなかったんで、ここは覚えておきましょう。いや、横田もさっき、
代打と逆境覚えたし。あ、尾又君のバントマラとかぶっちゃけどうでもいいんだけど。堀野だろう、ここは。さて堀野どうする。威圧感投手欲しい。厳しいか、まあしょうがないね。で練習効率をここで上げてもらおう。ジャイアンツ OB に下げられたんでテンションアップ、まあしょうがないかな。お、ここで1月1日になりましたね。尾又君はもう少しでコントロールが 70B に到達するっていうところかな。はい、では30分経ちましたので、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続き、いよいよもう公言してきていた甲子園にもう一回出場するまでは栄冠内に続けるという目標はこのままいけば達成できそうなので、残り、春の甲子園大会まで少ないですが、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。で、あのお話ししてきた通りですね、春の甲子園大会こちらに出場した後は、プレーの状態今日は一応終了を予定しています、ね。まあ、あのやっぱり続けてほしいとかっていう声がね、まあ、あんまりないとは思うんですが、あの他方面から寄せられるようであれば、あのちょっとまた継続も考えていきたいなかなと思うんですけども、あの当初からお話している通り夏の甲子園大会あるいは春の甲子園大会いずれか甲子園大会にもう一回出場したら、そこでプレーの方は終了していきたいと思いますので、残り回数、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方ぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。